今日はみんなと恋バナをしていきたいと思います。人が好きです。彼氏の家に行く。初デートで彼氏の家に行っちゃうの。みんなは今好きな人いる？アイナです。今から恋バナをします。スタート。ニコフジ TV。 好きな男性の仕草、なんだろう、急にニコって笑うところが好きです。何フェチ？目ですね。目。人への人が好きです。タイプはふざけるときはふざけるけど、真剣なときはめっちゃ真剣になれる人が好きです。結婚は何歳？結婚は30歳までにしたいかな。子供の名前はなんだろう、これっていうのはないんだけど、人と被らなくてキラキラネームじゃない感じの名前がいいかな。理想のデートはお揃いの服、全部一緒じゃなくて、例えばトップスだけ同じとか、そんな感じでディズニーランド行ったり原宿とか行きたいですね。あとプリクラとか撮りたいです。理想のプロポーズは何でもいいんですけど、綺麗な場所、例えばイルミネーションがあったり、レストランで外が見えるみたいなところの席でされるとか、そんな感じ。中山彩香です。今日はみんなと恋バナをしていきたいと思います。イエーイ。あんまり動画とかでも話すことは全然ないので恥ずかしいんですが、やっていきたいと思います。まず1問目、好きな仕草は、私はやっぱり笑ってるところとか、さりげなく優しくしてくれるところがドキッとします。2問目、付き合うなら年上年下。私は年上でも年下でも多分話は合うと思うんですけど、やっぱり同い年が気使わなくてもいいのかなって思うので、同い年かなって思います。3つ目、何フェチ？フェチってほどでもないんですけど、鼻が高い人とこのラインがシュッてしてる人はいいなって横顔を見ながら思います。みんなはどんなフェチなの？4つ目、好きなタイプ。私の好きなタイプはノリがいい人と優しい人、これは絶対。でも1年生ぐらいの時に好きだった人と5年生ぐらいまで好きだった人がいて、2人は全然タイプも違うので、好きになった人によるのかな、がそういう人結構多いですね。今日の1人です。5つ目、芸能人だと私は個人的に砂野崎さんが好きなので、横顔を見ても鼻も高いし、このラインもシュッてしてるので好きです。理想です。6つ目、何歳で結婚したい。私は何歳でもいいんですけど、30歳になるまでには結婚しとくのが理想です、私的には。7つ目、子供に名前をつけるなら。あ、私決めていて、小学生の低学年ぐらいの時から決めてて、はなちゃんが可愛いなって思って、愛されやすそうな名前だし、第一候補ははなちゃんです。もしも今猫ちゃん飼ってるんですけど、これからワンちゃんを飼うとかなったら、はなっていう名前をつけたいくらい本当にはなっていう名前が大好きです。8個目、理想のデート。王道は映画とか水族館とか遊園地とか公園とかだと思うんですけど、あ、でも私映画が好きなので、異性の人と映画を見に行きたいです。多分絶対何話せばいいのか遊園地とかだと分かんなくて、絶対無言になりそうなので、映画見終わった後、あ、このシーン面白かったねとか言いながら帰るのが理想ですね。9個目、理想のプロポーズ。理想のプロポーズ、なんか恥ずかしいです。でも人がいっぱいいるところだと絶対恥ずかしいし、さっき言った理想のデートの帰りとかかな、映画が終わった後帰る時にとか。じゃあこれで質問を終了したいと思います。皆さんもぜひ仕草とかフェチとか理想のデートとか、ぜひコメント欄で教えてください。では、彩香でした。バイバーイ。今日
日は恋バナということで、このノートに書いてある質問に答えていきたいと思います。あやめに質問。年上と年下付き合うとしたらどっちか。え、でも、待って、年下もめっちゃ好きだけど、あやめがなんか全然しっかりしてないから、年上の方がなんか頼れそうでいいなって思うので、年上の方がどちらかって言ったら好きです。告白したい、告白されたい、どんな風にする。これは片思いだったらあやめが告白するけど、あやめのことは好きな子がいたら告白されたいです。告白するのは普通に口で好きですってしまう。どこで。それは学校のどこか。学校アスパラ、え、何これ。アスパラベーコン男子とロールキャベツ男子どっち派って何ですか。アスパラベーコン男子っていうのは中身が草食系で見た目が肉食系で、ロールキャベツ男子っていうのは中身が肉食系で見た目が草食系の男子。じゃあ、ロールキャベツ男子で、好きなタイプに顔とか髪型とかにこだわりは。顔は別に何でも全然いいけど、髪型は最近好きなのは少女漫画みたいになんかふわみたいな感じの髪型、ワックスついてるみたいな、色は茶色とか。初デートのどこに行きたい、その時どんなコーデにする、どっか行ってどっかその辺でもないけど、近くのお茶するところ。近くって誰の近く。え、なんか2人の、まあ、いい感じのところ、家の近くとか話題のカフェとか、話題のカフェとかに、うん、なんか行って、午後は彼氏の家に行くみたいな。初デートで彼氏の家に行っちゃうの。初デート、初デート、初デート初デート初デートです。初デートはあれじゃ、普通になんか遊園地とか遊園地、うん、初デートなら遊園地とか、うん、コーデは彼氏のコーデにも合わせるけど、ミニスカート系とか。遊園地にミニスカート履いてちゃうの、やばくない。それかまだ高校生とかだったら制服デートとかしてみたい。いいじゃん。最後にあやめがみんなに質問したいと思います。はい、みんなは今好きな人いる？コメント待ってます。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。